さん、はい。ドクシクタドクシクドクタドクドクシクタドクシクドクタクドン。ジェイコムからお届け、札幌ジーンズ館。イエーイ。すみません。もうありがとうございます。乗っていただいて。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております。札幌人図鑑 .tv。私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは、ゲームミュージックコンポーザーの長沼秀樹さんです。長沼秀樹です。はい、よろしくお願いします。ボイパの人じゃないんですよね。違いますね。でもいつもこういうのが頭に流れてるんでしょうね。あ、そうですね、確かに、はい、いつもこういう感じでお仕事をされているということで、ゲームミュージックを作りの方なんですね、はい、札幌にこういう方いらっしゃるんだなと思った。知らなかったんですけど、私のそのたまに行くレンちゃんって飲み屋さんが、はい、レンちゃんのママがですね、はい、福津さんってうちの常連さんですっごい面白い人いるから絶対札幌人図鑑向きだからってご紹介いただいたのが今日の長沼さんでございまして、ね、よろしくお願いします。あの、はい、札幌しばらく離れてたりしてまた戻ってきて。そうですね、はい、はい、札幌戻ってきてからは何年ぐらい経ってんですか。6年ぐらいですね。6年ぐらい経って、はい、はい、ということで、もう本当にご活躍の方なんですよ。そのあたりをね、じゃあ早速3つのキーワードで、はい、今日伺ってきます。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。今日こちらになります。じゃーん、じゃーん、ナイスガイコンテストでマイガールを発表。ザ・コンセプトオブラブが海外で評価された。オリジナルアルバムを制作したい。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう長沼さんが恥ずかしくて恥ずかしくてっておっしゃるんですけど私もこれがもうインパクトがありすぎてね、この話に行くにあたってはもう子供の頃からをね、今日はちょっと遡って、はい、ゲームミュージックを作る人ってどういうふうに音楽を勉強してきたのとか、はい、どういうことをこう刺激されてきたのみたいなところをね、今日伺いたいと思うんですよ、はい。どうですか、その自分が音楽との出会いというところから言いますと。ですね、5歳の時に、はい、うちの姉がエレクトーンを習ってた影響で、うん、ちょっと僕も習いたいってお母さんにお願いして、はい、エレクトーンを習い始めたのが、うん、音楽との出会いですね。まあ天気かもしれないと、はい、ね、まあ、あれですね、言われてみればエレクトーンって作曲しますもんね。はい、グレードの試験で、うん、即興でメロディー作ったりとかありますんで、はい、はい、あのその時にピアノだったらまた違うかもしれませんね、クラシックピアノを。そうですね、あの、うん、クラシックピアノをもし習ってたらやっぱり譜面に忠実に、うんうんうん、クラシックの作曲家の作った通りに弾くのがクラシックの世界なので、うん、はい、エレクトーンやってたことで、はい、そのさっきみたいなリズムとかね、うんうんうん、あと足でベースも弾くんで、はい、で左手でコード弾いて上で、うんうん、右手でメロディー弾く、うん、でこの一人でもバンドが完結するみたいな。そうですね、考えてみたらエレクトーンって一人バンドなんですね、はい、これね。そうです、そうです、ね、まさにそうで、ドラムとベースと、キーボードとメロディーって感じなんで、うん、はい、そうなんですね。でも早くからエレクトーンをやっていた。で、小学校高学年の時にはもう本当にどんどん級も上がって。そうですね、グレード4級ぐらいまで、はい、やめちゃったんですけど、まあ中学前にやめたんですけど、はい、はい、私小学校5年生の時に7級取って終わりましたね。大体みんな7級の壁っていうのがあって、ね、9級までは取れるんだけど、ね、7級6級って結構厳しいところをもう4級まで取ってたって、はい、もうそれだけで私すごい尊敬します。いいえ、とんでもないです。とんでもない天才小学生だったんだと思うんですけど、いいいい、中学になるとどうしてもやっぱりあの洋楽とかね、うんうん、興味持ち始めたりして、うん、いろんなアルバム、まあ、兄貴だったり姉貴だったりの影響でいろんな洋楽聴いたりして、はい、まあ、その中で自分もそのブラックミュージックとか、あ、なかなかおませですね、中学でもブラックミュージック、まあまあ、上の兄弟がいるとね、はい、うんうんうん、聴き始めたりして、うん、でよく調べたらその人たちってみんな一人で自分で作曲して、うん、演奏も全部自分でやっちゃうと、うん、何、スティービーワンダーとか、スティービーワンダーとかプリンスとかですね、あ、はい、はいはい、一人で全部あの宅録っていうか自宅で録音したりとかして完結できるっていうのを知って、なるほど、まあ、中学生ながら内緒でバイトして、機材とかね、シンセサイザーとか買って、打ち込み、今いわゆる打ち込みっていうやつをやり始めたんですよね、中学の時に。中学の時に、はい、もうじゃあ音楽作ったりもしてたんですね、いわゆる打ち込みで、はい、はい、それをなんかこう発表する場とかあったんですか。それが、うん、中3の時ですね。中3の時に、はいはいはい、出たナイスガイコンテスト。ナイスガイコンテスト、これですか。やっぱりおいらナイスガイだからこれ出てこないとみたいな。とにかくなんか、はい、
あの世に発表したかったんでしょうね、うん、どんどん、うん、作ったものをね、この曲どうだろうかなんて言って、はい、これが一番最初に外に出したというか、はい、はい、これどういうものでないですが、音楽のコンテストってわけでもないみたいでね。そうですね、うん、優勝した人が吉田栄作さんだったので、この時優勝がね、吉田栄作さんだったらしい、はい、はい、なんでどっちかっていうとそのアイドル系、アイドルを生み出すようなコンテストだったんですけど、うんうんうん、でそこでオリジナル曲を初めて披露した、うん、はい、作詞作曲して歌って踊ってました、はい、それがこのマイガール。本人やだやだって言うんだけど、インパクトありすぎて、これはもうちょっと一つのキーワードに、これはもうあの飲み屋のネタになってるんですけどね、もう笑いのネタになってるんで、あんまりもう、そうなんですか、はい、どんなのこれマイガール、歌もあったってね、その時ね、 ありましたね、うん、二人どちらかのわがままで夢が壊れてゆくようでっていう歌なんですけど、15歳で、15歳でやります ね、はい、ね、なかなか踊りもあったみたいなんですけど、はい、でまあ吉田栄作さんこの時そういえば優勝してプレゼント何だったんでしょう。ですね、賞金100万円と後藤久美子さんと、うん、共演、映画共演だったんですって、はい、が得点でしたね。惜しかったですね、惜しかったですね、こんなにナイスガイなのに。いえいえいえ、もうかなり置いてますねこの頃まだ15歳のね、ウブな少年だったんですね、でもね、私大きかったろうと思うんですよ、やっぱり自分の作ったもので、はい、全国に行けてね、はい、吉田栄作と張り合ってかっこいい、はい、ナイスガイ15歳で全国でこうやって自分の作品を発表したという長沼さんなんですけども、はい、じゃあその後というところで2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、ザ・コンセプト・オブ・ラブが海外で評価された。その後というところで高校時代とかどうですか。はい、ですね、まあ、中学3年の時にこのマイガールをやって、ね、その後、うん、まあ、高校行ってからもバイトはしてて、うん、はい、でよりいい機材だったりいっぱい充実させていって、まあ、はい、いわゆる打ち込みっていうのをずっとやってたんですけども、はい、うん、で高校の時も作った作品を聞いてもらいたいから、いろんなそのラジオとかオーディションとか、はい、そういうのに送りまくってて、で覚えてなります、ラジオだ、例えば、例えば HBC ラジオの当時ポップン王国っていう番組があったんですけどね、あったあった、はい、でそこに送って、まあ、気に入ってもらえて、なんか常連見たくなっちゃってラジオに出演したりとかしてて、はい、であそこ番組がヤマハともつながってたのもあったんで、うんうん、ヤマハのそれこそアマチュアのティーンズミュージックフェスティバルっていうのが毎年やってたんですけども、うんうん、でそれに2年連続で出演させていただいて、はい、でバンドブームですから当時みんなもう、はい、あの リンドバーグとか厚底履いたバンド、あの時代ね、はい、あの時代で、うん、俺一人打ち込みで、うん、ソロで歌って踊ってた感じだったんですけど、まあ2年目かな、2年目の時に、全国大会まで行きまして、うん、はい、で中野サンプラザで歌って踊ったんですけど、高校生の時にもすごいですね、はい、でそれを、エピックソニーの、はい、はい、ディレクターの方が見ていらっしゃって、うん、で声をかけてくださって、あるクリスマスの曲が、うん、認められて、ちょっと、はい、あ、これ作れたんだったらちょっと東京出てこないかということで東京呼んでもらって、うん、もうスカウト社員になるみたいな、いや社員じゃアーティストですね、アーティスト契約、そうかそうか、うん、アーティスト契約なんですね、作家契約というか、はい、あ、で、東京に行かしてもらって、20歳ですね、ちょうど20歳の頃東京行って、はい、で25までバイトしながら、うん、あ、そのレコード会社とやり取りをずっとやってた、デビューを目指してやってたんですね。すごいですね、うん、なんかここのマイガールからもう一直線じゃないですか、好きなことでずっとそこまで行けて、まあ、仕事の方までね、はい、うん、行けて素晴らしいですね、はい、ありがとうございます、うん、25歳25歳で、まあ、バイトもしつつ、はい、レコード会社とやり取り、デモテープとか撮ったり、いろんなアレンジャーさん変えたりとかってやってたんですけども、うんうん、まあ、結局そのなんていうか、その当時、うん、若かったというのもあってですね、うん、あといろんな音楽吸収していくうちに、はい、ちょっと J-POP の幅の狭さに物足りなくなってきて、うん、なんかいろんな映画音楽とか、はい、洋楽的なダンスミュージックとかね、うんうんうん、そっちの方にもどんどん興味が出てきて、うん、結局デビューには至らなかったんですよね。なるほど、なるほど、はい、勉強はしてたんだけど、はい、デビューには至らず、はい、
バイトはどんなことしたんですか？バイトはですね、うん、ブルーノート東京っていう某有名な ジャズクラブですね。本当に音楽の思考どんどん大人っぽくなってたかもしれないですね。おっしゃるとおりでございます。はい、でそこで毎週週替わりで世界的に有名なミュージシャンが来るので、いろんなもうそのサルジャズ、フュージョン、サルサ、ラテン、ボサノバ、毎週ブルースも、ね、含めていろんなジャンルの音楽聴いて、はい、ちょっとやはり音楽的にいろんなことをやりたいなと思って、そうですね、そのあちょっとあ話が急に変わりますけど、その当時、ちょうど坂本龍一さんみたいな映画音楽にすごい憧れていて、いつかはそういうのやりたいと思ってたんですけど、はい、ゲームも好きだったんでゲームをやってたんですが、その当時ですね、プレイステーションとか、はい、セガサターンとか、はい、今までカセットだったゲームがこういう CD になったんですね。それどういうことかというと、 CD になるとっていうことは CD と同じ音質でゲーム音楽が流せる時代が来たんですよね。いわゆる昔のピコ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 じゃなくて、カセットの時はピコ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 やってるのが CD になって確かに音楽がすごくね、綺麗になったんですよね、はい、うん、オーケストラだろうが J-POP だろうが生歌だろうが何でもゲーム音楽として入れられる時代になったんですよね。CD になるってそれぐらい変わったんです、はい、激変だったんですね、はい、へえ。でゲーム音楽だったらちょっと映画音楽的なことができるんじゃないかなと思って、である日その雑誌見てたらセガという会社で、サウンドクリエイターを募集してるっていうのを知って応募して、はい、まあ見事合格して、まあ素晴らしいありがとうございます。すごいですね、はい、セガに入れたんですか？はい、セガに入りました、はい、うん、セガに入って初めてやった大きいゲームっていうのはセガラリー2っていうあの車のレースのラリーですね。はい、はい、WRC ラリーやったでしょ、はい、どうですか？こっからは多分ねだいぶついてこれると思う。そうですか。セガのあたりだったらセガやってた人いっぱいいると思うから。あ、そうですか、うん、まあ有名なゲームはもっとありますけどね、そのアウトランとかスペースハリアーとか昔流行ったセガの有名なゲームもいっぱいあるんですけど、はい、私が入った時代はそのセガラリーというのは最初にやらせてもらって、うん、それ98年かな、1998年ぐらいにやったのがそれかな。うん、まあ、細かい仕事もやりつつ、はい、で2000年にジェットセットラジオというですね、今までのゲームの歴史になかったような斬新なかっこいいクールとポップが混じったようなゲームが出てきまして、それの音楽を担当したんですけども、このジェットセットラジオをやったことですごく海外にバーッと中沼さんの名前が広がったらしいんですけどね。はい、ありがとうございます、はい、そうです。そのゲームっていうのは、まあ、日本ではそうあんまり売れ、言っちゃダメかもしれないですけど、あんまり売れなかったんですけど、日本よりも海外で、すごく評価されたゲームで、はい、その音楽をやったということで、その海外にも自分の名前をしか知られて、はい、すごいね、はい、っていうありがたく、はい、まあその後いくつかセガでも、はい、その続編のジェットセットラジオフューチャーだったり、うんうんうん、ソニックっていうゲームがありますが、ソニックラッシュっていう任天堂、はいはい、スイッチじゃないや、スイッチの前に Wii か、Wii とかね、Wii、あの辺の、はい、DS とかね、あの辺のゲームの音楽だったりとか、あとはみんなお世話になったと思いますよ本当、はい、サッカー作って、あの J リーグサッカークラブを作ろうっていうゲームの主題とか、はい、あとはまあ有名なのは龍が如く の3作目ぐらいまではちょっとなんか関わってますね、はい、子供向けから大人向けまで、もうその頃は大人のゲーマーたくさんいますから ね、 そうですね、クオリティがどんどん上がってったのはなんだか意識してましたね、はい、これは何のやつなんですか、このザ・コンセプト・オブ・ラブ。あ、これは、うん、2002年のに、はい、その2000年の Z セットラジオフューチャーがドリームキャストっていうセガのハードウェアで出したんですけど、うんうんうん、それの続編が、うん、2002年にジェットセットラジオフューチャーっていうので今度は、はい、マイクロソフトの Xbox で出したんですよね。それの主題歌の名前なんですけども、うん、まあ、これがあれですよね、一番海外で評価されたんですよね、はい、長沼さんの看板の曲何って言ったらもうこれっておっしゃってね、はい、今でもまあ、Twitter とかね、はい、Facebook とか、Twitter のフォロワーの 98% が、うんうん、海外の方ですよね。私今日ねご出演するにあたって長沼さんのことちょっと下調べと思って、はい、Facebook だーっと見たんですよ、結構過去まで遡って結構見て全部英語なんで全然わかりませんでした
すみません、最近日本語であんまり投稿してないもんです。すみません。本当そうですよね、はい、でもそれぐらい本当に海外のファンの方、熱狂的なファンの方がたくさんいらっしゃる長沼さん、ゲームミュージックこんなに作ってる人が札幌にいたかと思って本当に驚きますけどね、うん、確かに。セガに何年いらしたんでしたっけ。セガに10年いましたね。10年いらして、はい、その後セガを離れていろんな今度会社のセガを辞めてからは、うん、あのコナミさんのですね、ビートマニアっていうあの、うん、有名な音ゲーがあるんですけども、うん、何年も前から、うん、コアなファンがいる、はい、そのービートマニアで、ラブキャンセイビューというね、はい、ちょっと曲を提供させていただいて、そこで結構なんかその音ゲー界隈では盛り上がっていただいて、今でもなんかアンセム的に使われたイベントがあればねアンセム的に使っていただいたり、はい、ラブキャンラブキャンってみんな言うんですけど、でその私の過去の Z セットラジオとか知ら、例えば飲み屋でね知り合った若い子には話して知らなくてもあのビーマニのラブキャン知ってるって言ったら結構知ってる人がいて、そのおじさんよって言ったらね分かったです、みたいなね。背が離れたことでまたいろんなとこできてよかったですね。ああそうですね、あと、ナムコさんの仕事もやったりとか、あとアトラスさんの仕事も、ペルソナっていうゲームのリミックスもやったりとか、はい、してますね。そうなんですって、ほんといろんなの作ったんだなっていうふうにもびっくりしちゃいますけれどもね。じゃあちょっとこれからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、オリジナルアルバムを制作したい、はい、はい、ということなんですけど、あのないのと逆に思ったんですよ。こんだけ曲作ってて、ね、と思って、まあ実質オーリーキングっていうスケボーのゲームがありまして、うん、全曲私がやってるので、実質アルバムといえばアルバムなんですけど、まあ、ゲームとは関係なくね、うん、あの自分が作りたい音楽をただ作っ、はい、映像とかに関係なく前ガールから始まって1曲、うん、そうですねごめんなさい、もう見たくてしょうがない、はい、せっかくですね今こうやって海外に聴いてくれる人がいるので、はい、あのグローバルニッチっていう言葉で数は少ないんだけども世界各国に、はい、私この音楽を今でも好きな方がいるので、うん、この環境今はもうネットですからね、うん、自由に配信できるので、うん、やっぱりオリジナルアルバムかなと、うん、これはまあファンの方からも、はい、出してくれっていうふうに、ね、海外の方からもアルバム出してっていうふうに言われると、はい、うん、今日長沼さんのお話聞いてたら、はい、子供の頃にそのお姉さんの影響でエレクトーンを始めて音楽に触れてっていうことですけど、はい、最初に触れた楽器もエレクトーンだったっていうのがそのいろんな音を組み合わせてっていうのが頭の中で構築されるでしょうし、はいはい、そこからこうちょっと自分で面白がって出てたことがどん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 と進んで、なんか本当に一直線だなって、一直線だったんだな、好きなことっていうふうに思います。挫折なかったですね、全然。挫折があったとすれば、うん、てかあるんですけど、うん、そのやっぱりもともと岡村康之さんとかが好きで、うん、はい、J-POP の方を目指してたんですよね、歌って踊ってっていうのを。最初、はい、最初の会社にはい、ビッグソニーレコードと契約してた時ですね、はい、はい、で結局25ぐらいの時かな、うん、結局そのデビューはかなわず、うん、まあデビューしてたらしてたらまた別の人生があったかもしれないですけど。ああそうか、今頃 J-POP J-POP で大物になってるか一発当たってもう今誰も知らない存在になってるかわからないですけど、結果的にそのゲームの世界に入ったことで、うん、海外にも名前が知られたので、うん、今でもまあこうして、うん、仕事ができてるのかなと、はいはい、ということで、いろいろ伺ってまいりましたが、この長沼さんの作品を先ほど収録する前に、はい、ひきき長沼で検索したらいっぱい出てきますね、だらっと。はい、出てきますね。出てきますので、はい、多分ご存知 の, ゲーマーの方だったらご存知 の, 曲がいっぱい出てくると思いますので、はい、曲の本日もチェックしてみていただきたいと思います。長沼さん情報は私、Facebook で見てたんですけど、何で見たらいいんですかね。ツイッターが一番アクティブに、うん、投稿してるので、はい、今フォロワーどれぐらいいらっしゃるんですか。今3万5000人ぐらいいるんですけど3万5000です、まあ、ほぼ 98% 外人さんで、私も始めた頃は日本語で、まあ、どうでもいいことをつぶやいてたんですけど、うん、もう最近はもう日本語でほぼつぶやかなくなって、うん、
逆に日本語でつぶやくとフォロワー減るみたいな感じですよね。外人さん読めないからフォローよろしくお願いいたします。お願いいたします。こんなすごい、ゲームミュージックをね作る人が札幌にいるんだよというところで今日はご紹介させていただきました。今日のゲストはゲームミュージックコンポーザーの長沼秀樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。